3月13日、松山市文教町の篠の目小学校で、松山市ゆかりの先人や伝統文化を学ぶ教材、ふるさと松山学先人伝の新編贈呈式が行われました。このふるさと松山学先人伝は、これまでに6巻が作成され、松山市内の小中学校に配布されています。新編では松山城の築城でも知られる加藤義明など新たに16人の功績を紹介しています。贈呈式では野志勝人市長が児童に向けて、松山のことを知って松山のことをますます好きになってほしいと挨拶し、児童代表の池田優香さんに新編を手渡しました。どうぞ、せっかくできた本ですから皆さんにはしっかりと読んでいただいて、その感想をお父さんお母さん、また兄弟の方、そしておじいちゃんおばあちゃん、またお友達に感想を伝えてあげてください。そしてご自分の将来のことについてもちょっとまた考えていただいたらと思います。この本を読んでいただいて、ますます松山のことを知っていただいて、ますます松山のことを好きになってもらうことを心から願って、私からのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。藤田仁教育長より児童一人一人に手渡された後、児童らは図書室へ移動し、真剣な表情で新編を読んでいました。今回ふるさと松山学の新しい本を贈呈してもらいましたが、どんな気持ちでしたか？これまでのふるさと松山の1から3を読んで、この自分たちの住んでいる松山には誇れる偉人たちがいっぱいいることを知っていたので、この新しいこの本にはどんな偉人がいるのかなと思って、すごい楽しみにして読んでいます。早速本を読んでいるところですが、誰のページを読んでいたんですか？宮内洋館を開発した、宮内義政さんの本を読みました。この本で学んだこと、誰に伝えてあげたいですか？家族の人たちや友達、先生などです。ふるさと松山の真新しい本を開いてみて、どんな気持ちですか？はい、加藤義明さんのと夏目漱石さんの物語を読んだんですけど、本当松山にこんなすごい人がいるんだと知って、すごいと思いました。これからを担う小学生たちの楽しそうな表情が印象的でした。ふるさと松山学先人伝の新編は松山市内の小中学校に配布され、市立図書館4館でも貸し出しされます。